こんにちは、親父の家のジジイです。ヤフオクポチッとシリーズです。今回はこれです。初出し品不明な一部銀4枚まとめて未鑑定未選別というやつです。では早速開封してみます。はい、4枚一部銀が出てきました。この一部銀のことはよくわからないので、ちょっと調べてみました。この一部銀というのは江戸時代末期1837年天保8年から1869年明治2年に発行され、金一部を額面としています。ということはこれが4枚あると小判1枚に相当します。その中でも天保8年に鋳造が開始された天保一部銀、それから1859年に鋳造が開始された安政一部銀、その他明治一部銀もありますが、天保一部銀と安政一部銀の差はこの側面がこう平らでなっているものが天保一部銀、そして前に持ってたんですけども、これこのようにヤスリがけされたものが安政一部銀ということです。ということは今回の4枚を見ていきます。1枚目、ツルツルですよね。これツルツル、2枚目もツル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 、3枚目もツル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 、4枚目だけツルツルじゃありません。ここね、ほら、どうやら天保一部銀らしいので重さを測ってみます。重さが 8.66g とカタログに書いてあります。 8.71g、 8.74g、 8.74g、
55g で、最後のが 7.11g。 4枚あって、このさっきのこのツルツルじゃないやつ、これはもう 1g 半以上も足らないので、これはほぼ偽物確定じゃないですかね。こう緑青も湧いてるんですが、では久しぶりに比重を測ってみます。これをゼロにして、テグスに巻いて、0.82、 重量割るこの今測ったものを割ると比重が出てきます。それでは4枚やってみます。では1枚目、これですね。この比重計算が 10.32、 2枚目が 10.38、 3枚目、これが 10.42、 最後のこの偽物じゃないかっていうのが 9.88 です。で、銀は純銀だと比重が 10.49、 スターリングシルバー 92.5% だと 10.35、 シルバー900で 10.3 ということになっています。この天保一部銀は 99.1% の銀の含有率があります。ということは 10.4 以上ぐらいだといいのかなと思いますが、この水とこの安っぽい重量器で正確な値が出ることはないので、誤差があると思います。まあですから、この1枚、2枚、3枚に関しては本物の天保一部銀だと思います。この天保一部銀のカタログの値段が並品で1枚3500円ということは、2枚で7000円、3枚で1万500円、これが多分偽物だと思うので、合計1万500円、落札値が7300円だったと思います。あとはこの天保一部銀、周りに桜のマークがあります。そこの位置によって値段が変わるそうです。一箇所だけ桜が逆になっているところがあり、それと裏側の桜が逆になっているところを合わせて調べるようですが、まあ今日はそこまでやらずに、
単純にプラス3000円ぐらいだったのかなと思いました。それではバイバイ。